どうもどうも8月19日金曜日、時刻は午後6時となりましたけども、今日もナオピーのピンポンパン劇場生放送でお届けします。イエイはい、はい、盛り上げ役太鼓持ちはイエイピロキ、はい、ピロキでございます。今日も間違いなくピロキが頑張ってくれると思いますので、はいはい、皆さんぜひ、この後ね約1時間となりますけどもお付き合いいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。今日ももちろんあのコーナーやりますよ、はい、未だにすぐ出てこないあのコーナーです潜入チミもノベリスト、はい、ノベリストだのコーナーですね、はい、もうさすがに変えた方がいいんじゃないかと思うんだけどちょっと覚えるまでは頑張ろうかな、はい、チミもノベリストだのコーナーは、超短編小説、うん、もしくは、俳句を募集しております。俳句はまあ記号を交えてね五七五で、送っていただければいいかなと思いますので、もう本当夏真っ盛りですから、はい、まあ、この季節のねなんか記号を入れてくれたらいいんじゃないでしょうかね、うん、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。そして、見せ見せコーナーもありますのでよろしくお願いします、はい、どうもつるくん久しぶりじゃない？なんか選手いなかったから寂しかったような気がするけども、うん、気がするってどうよはい、どうもどうも、マシャ生なんだ、やっぱり生がいいよって、結構生だし、生だしって危ねえ危ないっていうかもう言ってるしギリかな、どうだろう、そうそうギリかもうピロキがどうにかごまかしてくれるよはい、生です生です、ゼブンさんも久しぶりですよね、こんばんは、イエーイ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 、マッシャは今日はノベリストだ、やってくれるんでしょうか、本気で書いてもノベリストになれない気がする、かっこ笑いって、違うんだよ違うんだよっていうかさ、今までの本気で書いてるんでしょ書いてるんだよね、うん、分かってるよ、だからこの、ね、日頃のこうやってや積み重ねが大事だと思うのよ、はい、ね、超短編だから超短編でお願いできたら超短編でお願い、マシャね、本気で超短編お願い、うん、あるでしょ、師匠、あし、え、し、師匠、え、は、師匠検定、いや検定、献血じゃない、起承転結、そうそう、起承転結、そうです、はい、やばい、あの脳みそが溶けてるやばいな、起承転結、はい、そうですね、はい、文章はもう大体物語とかそういう感じでしょ、そうですね、はいはい、それだけあればいいんじゃないでしょうか、大体400字ぐらいお願いします、はい、あ、セブンさんがピーってやってくれた、そうそうそう、皆さんのご協力が必要でございますから私は死んだふりしとくからみんなよろしくね、はい、メールは数字の797@fmginowan.com 797@fmginowan となっております、よろしくお願いします、はい、さあ大丈夫、寝不足じゃない、見てないんだっけピロキは、オリオンじゃないあれ大丈夫ですか今日本当に溶けてる人間のスポットライトもいい感じでね、はい、いいんじゃない溶けてるよ、そうですね、うん、どうオリンピック見れてないですね、興味ないでしょ、まあ半分図星か世間体でなんか興味あるわししてるかもしれないけどピロキは、興味がございませんね、で過去最多で、はい、メダルを取ってるんだよね、すごいみたいですね、すごいのよ、でさ結構遅い時間まで、はい、あっちのね例えばこっちが昼12時とか11時でも、うん、たまにやってたりするわけ、ライブで、はい、向こうもなんか延長になって試合が、はいはい、もう夜遅くまで続いてますよみたいな、うんうんうん、のもあったりするから面白いよね、なんか夜つけてもオリンピックやってるしみたいな、あ、そっか、うんうん、結構ライブで見れるっていうのはいいよね、うん、あ、ほんと、あ、鶴くんが私狭い仕事場で温度計が38度から上がらなくなりました、うん、多分これ以上上がらないものと思われ40度くらいいってましたかね、扇風機だけはさすがに死にそうになりました、何してるんだろう、何の仕事場よ
なんだろう、なんだろう。大塚健二さん、ありがとうございます。はじめましてですよね。埼玉県新座市、はい、ツイキャスで見てます。よろしくです。どうもよろしくでございます。ナオピンでございます。はい。そっか。40度くらいったら結構大変じゃん。はい。40。うちの家島のお家は、はい、平屋なので、はい、こうもう本当暑い時は夕方になってもこの天井からそのまま暑さがもうじわじわときて、もうちょうどこの時間が忙しい、忙しいじゃない暑かったりするわけよ、はい、ごめん頭が忙しいから、はい、今日はちょっと、そうそうそう、今日はちょっとね、ちょっとやばいから、そうで、うん、最高さ、うん、38度が39度ぐらいまで行ったことがある。うわ、夕方もう西日がひどくてからさ、うん、その中で、夕飯の準備をして汗びっしょになって、もう塩入れなくていいかな、この汗でいいかなって嘘だよ、本当暑いよね。でも仕事場って言ったらもう大変じゃない、うん、だってこれからこれで仕事しながらでしょ。40度ぐらいだったらもう、うんうん、ちょっと水分取りながら塩分も取りながら、ね、うん、ね、たまに糖分も入れて忙しいね、やらないといけないんじゃないでしょうか、うん、本当倒れたら大変ですから。私の周りも結構熱中症で倒れたりしてるので、うん、まあ、結構なね60代だったりするんですけどもいやいや、若い人も多いので、はいはい、本当気をつけないと、ね、はい、なんか最近ニュースでありましたよね、うん、なんか中学生ぐらいが部活中かなんか、ね、うん、熱中症で倒れて、うん、ちょっと残念な結果になっちゃったみたいな、そのまま彼の人に、はい、あらららら、だったような気がするんですけど、やっぱり熱中症ちょっと、ね、そう、はい、処置が遅れると本当に死に至ることもあるので、うん、本当に気をつけないといけないですよね。まあ、大体ね、ほら、うんうん、周りに人がいたりするとやっぱり助かるんだけども、うん、本当一人で仕事してるとかだったらさ本当危ないよ、ね、はい、気をつけて、うんうん、大塚健二さんは D の追っかけですって、ピロキの追っかけ、はい、つけてる付き合ってんのか、どうなのどうなのそうなの、そうですか、会ったことあるの。いやいや、ないですよ。あの番組、多分僕がやってる番組っていうか、うん、そのミキサーやってる番組とかに結構多分コメントしてくれてるんで、うん、はい、あ、そうなんだ。ピロキもちゃんと映ってるかな、うん、今なんかすごいなんかご来光みたいな感じで光がすごいなってすごいねあの天然の照明が当たって、はいすごい肌もなんか綺麗に見えるんだけどめっちゃ白いね、めっちゃ白いね、あーなーなー、パナップさん、はじめましてですね、よろしくでございます。神奈川から、おー、大丈夫だったかね神奈川、台風7号が関東地区ね、はい、結構被害出てたんじゃないですか、大丈夫でしょうか。沖縄が台風来ないからさ、全然来ないですね。ちょっと寂しいっていうか、まあ、ちょっとね直撃は厳しいんだけど、はい、なんていうのかな、嫌も嫌も好きのうちみたいな、うん、爽やかに来てほしい爽やか、強風ぐらいですか。そうそうそう、はい、強風ぐらい、ちょっとカスル的な感じの、うんうんうん、海をねちょっと巡回させるようなぐらいの気持ちで、うんうん、呼んできて呼んできて、うんね、あんまり被害がないぐらいな感じでさ、鶴くんが、私仏壇屋で仏壇を洗濯しております。そうなんだ、仏壇のお洗濯、大変だね。じゃあクーラーなしでということか、扇風機だけでやってて、痩せるよね、さすがにね、これだと。そうですか。大塚健二さんから、付き合ってないですよ。来てるよ。この慌ててる様子が怪しいです。怪しいです。ていうか大塚健二さん男なんじゃないですか。男でしょ。男性。男でしょ。はい、男でしょ。はい、ね。その大塚さんから、ツイキャス対応でカーテン開けてるんですか、確かに真っ白で美肌に見えますってそう、これは手です長年のこうね、やっぱり、はい、こうやったらこう映るんだろうなっていうのが、うん、大体わかるのでこの年になると、はい、
そうですよ。鶴くん本当に気をつけなきゃね、うん、ついこの間なんか他の仕事で33度の炎天下の中1日作業してたら翌日熱中症で病院行きました。やれやデジドすぐ本当に気をつけてください、うん、ハッサビオなー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 な大変ですよ、大変だ本当に、うん、いや本当水分取らないと、うん、ね、うん、あとはなんかポカリスエットフージーのさ、うん、あのスポーツドリンクみたいのがいいんじゃないですか、はい、ちょっと塩分も入ってるし糖分も入ってるからさいいと思いますけども大塚さんから褒められました。さすが構築されてますね、うん、もう伊達に40年以上生きてませんから、はい、ハナップさんからうちは台風大丈夫でしたって、ああそうなんだ、うん、よかったですね本当にね。の中の銀のホタルさんですか、はじめましてですね、こんばんは、お初です、はい、ナオピンさん、うちは朝方扇風機の弱でも寒いです。どこどこどこ、おうちどこそうなんだ、うん、ということは北海道とか、うーん、どこですか、どこでしょう、どこだろう、山の上とか、あそれはあるかもしれないね、うん、でも朝方扇風機の弱でも寒いって言ったらあれだね、結構な涼しい感じだね、うん、窓開けてるんでしょうかね、どうなんだろう、窓開けるピロキは、窓開けてますよ、窓開ける、窓開けてます、はい、で扇風機、扇風機窓開けてクーラーってことはないもんね、クーラーはしてないです、はい、うん、そうだよね、そっか、うち、うん、も年もう大体ねこの夏場っていうのは、はい、ずっとつけっぱなし、除湿、あ、除湿、はいはい、うん、除湿です、うん、まあ除湿でも結構さやっぱり温度よりもマイナス2度ぐらい下がってるので、はい、過ごしやすいんだけども、うん、やっぱり朝方になったらちょっともしかしたら寒いかなっていう時もあったりするわけ、うん、うん、扇風機だからつけないんだよね寝てる時はね、扇風機はどうなんですかね、でも弱で、ね、寒いぐらいだったらちょっといい感じだね、うん、おそうなんだ、うん、ね、どこなんですかね本当にね、だだだ、 AKB ファンさんからも来てるよ、ヘイヘイ、ヒルラッキーナオピン、コンバッチ今日も軽いな軽いね、はい、野の中の銀のホタルさんから、うん、ヒロッキーおねけでしたか、かっこ笑いって、とうとうバレたな、いやいやいやどっちもいけるって感じ、どっちもいける、いや普通です僕は、はい、本当本当です、もう今の時代さどっちもいけた方が神様みたいに見えるよ、はい、どっちもいけた方がなるほど、うん、そうそうそう、鶴くんから熱中症になったらいわゆる蛍光補水液を飲むように言われました、うん、そうそうだからあれよ、うん、なんとかワンなんとかワンっていうの、OS ワン、 OS ワンみたいなの、はい、なんか所ジョージさんが、そうそうそう、はい、これ自分でも作れたりするみたいよ、水になんか塩どれぐらい、うん、砂糖どれぐらいって、はい、まあちょっと分かんないけど調べたら出てくるはず、はい、あんな感じのものが自分でも作れるって言ってた、うん、うん、ちょっと調べてみてください、ね、うん、台風9号も関東に向かってるの、うん、日本に接近してるのみたいですね、はい、そうなんだ、今日の午後3時に台風9号発生したみたいで、でそれはまた沖縄じゃなくて関東の方に進路だと22日に関東に近づくってなってますね、はい、その台風も7号みたいなあの進行方向、なんかこうキューッとちょっと曲がってる感じです、沖縄全然かからない、沖縄は全然かかってないです、ね、あ、そうですか、相当もう曲がらないと沖縄には来ないのかなと、やっぱ変わったねなんかね、うん、だいぶ昔と、もう昔はさ台風って言ったら必ず沖縄を通過してっていう感じだったけどね、うん、なんか台風銀座って言ったら本当に銀座の方に行っちゃってる台風が、うん、あ、はい、本物の銀座に、はい
言ってるって感じですかね。本当だね。富士山って今、何度ぐらいなんだろうね。頂上は16度17度ぐらいって大塚さん言ってますけど、この夏でもやっぱりそれぐらい、もっと寒いかな、どうなんでしょうか、どうなんでしょうかね。の中の銀のホタルさん、伊江島の隣の町ですって。どこ？隣の町っていうことは元部ですか、それとも伊平や伊勢のあたりですか、それともみんな島？みんな島だったらある意味寒いっていうか、すぐなんか海風が入ってくるような感じかもしれない。どうなんだろう。そうなの？戸を開けてます、クーラーなる文明の力はないですって。やっぱりもしかしたらみんな島っていう可能性が高いかな。あとは瀬底島瀬底島なんでしょうかね。どこなんだろう、伊江島の隣町って。でも隣町って言えばもう元部町っていう感じになりますけど、どうなんですかね。まあエアコン28度ぐらいの設定、まあ大塚さんみたいにね、28度ぐらい、私もあの実家の方では28度です、除湿の28度。そうなんすか。ハッチさんから、西日がいい感じだね、ナオピンがさらに別品に見えるでってきてますね。これメダルが2個ついてますけど、あと5個ぐらいあげたい。なんでこれビンゴの玉って、なんか今ツイキャスでキャンペーンやってるみたいですよ、それは何ですか。なんか僕も詳細わかんないんですけど、ちょっとちらっと見たら、景品とかが当たるみたいで、やり方ちょっとわかんないんですけど、多分今パソコンで見てる人だと左上にビンゴキャンペーンっていうところがあるんです、多分そこクリックしたら詳細が載ってるみたいです。なるほどね、そうですか。野の中の銀のホタルさんから、元部長です。変換が間違ってますね、はい、元部長ね、やっぱり元部長なんだね、そうですか、元部長いいじゃないですか。ね、元部長、もう本当最近は通り道になってて、私も なかなかあの元部にもね、美味しい、ところも結構あったりするじゃない、蕎麦屋であったりとかね、ぜんざい屋とかも昔からあるけど、今どうなってんだろう。他にもなんかハンバーガー屋さんとかもあったりとか、あれは元部になるのかな、そこは名護になるのか、うむさになるのかな。今もう毎回もう通るたんびに行列ができているところがあるわけ、不動産屋の隣なんだけど、ちょうど元部半島に、名護から元部半島に行くように、左に入っていくよね、そしたらずっと走っていると、ちょっとファミリーマートが見えてくるのよ、そのファミリーマートの近く左側の方にあるんだけど、まあ人が並んでるから大体、あ、こっちかって分かるんだけどさ、すごいよ、いつか行ってみたいと思うけど毎回いっぱいだから行けないんですよね。行きたいな。うちの父親の実家が元部なんですよ、ほうほうほう。で、まあたまに遊びに行ったりするんですけど、なんかカニみたいなのが出るんです。あれはね、何のカニだろう。カニみたいなのが出て、でうちの おじいちゃんに、じいちゃんカニがいるよって言ったら、じいちゃんがほうき持ってカニ潰していってるんです。あの、まあ理由は、まあ農業やってるんで、カニが入っちゃったら作物、やられちゃうから、食いやらされるんで、もうカチンカチン。どんなカニよ？大きいの？いや、もうほんと拳ぐらいの大きさですよ。結構、ね、そんなちっちゃいんですけど、でもやっぱり作物に影響を与えるみたいで。食べれないの？食べれないと思いますよ。実がないんじゃないですか、ちっちゃいんで。あ、そう、意外と実がないと思っても
なんて言ったら、だし。あ、だし。なんか結構美味しいのがあって、うん、そのままポリ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 、うん、全部いけたりとかするのもあるし、うん、どうなんでしょう。うん、あとまず食べてみて、うん。夜は真っ暗っていう。へえ、うん。え、おそれ元部？はい、うちの。どの方おばあちゃんの家ですね。お、はい、元部のどこね。元部の具志堅ってところです。はい。ちょっと海洋博に行く、海洋博に行った、海洋博左に曲がるんですけど、うん、うちはまっすぐ行ったら、はい、着きます。そうなんだ、はい、そっか、うん、じゃあ場所によってはね、元部も真っ暗なところもあるんだね。真っ暗、真っ暗、まあでも元部はもう真っ暗なイメージしかないですね、うん、あ、そう、あのカツオが取れるあの元部の漁港あたりは、まあ、戸口、はいはい、あそこら辺はまだちょっと都会、都会ではないですけど、そうそう、まあまあ、はい、ね、人がいるんですけど、うん、ね、そうですか、うん、家島にも遊びにいらっしゃい。ヒッチ行ってるけど。鶴くんからビンゴして当選したら iPad をステーキ、うん、テレビなどが当たるらしいです、どういうことこれ、当たりたい。へえ、ステーキ食べたいな、ステーキ食べたい、ステーキ食べたいよ。そうなんだ、これじゃあやり方があるんだろうね、皆さん知ってるのかな、はいはい、これ一応なんかアイコンみたいのがずらっと並んでるので、うん、やっぱり使いこなしてる人は使いこなしてるんでしょうね、うん、さあそれでは、そろそろ曲をお届けしたいと思いますけどもね、やっぱりもう8月もそろそろ8月も終わるよ、はい、こんなに暑いのに、まあ、夏っぽい曲ということで、うん、この曲をお届けいたしましょう。これね、歌ってる人が結構多くて、これ どう読めばいいの、ホームグロウンフィーチャリングプッシンムーミンリョーザスカイウォーカーターナユーどう&プラティでギブサンクス。これオリオンの CM ソングだったんだよね、うん、だから入ってるんだよね、オリオン。あれセブンさんも言ってるよ、素揚げしたり味噌のだし、カニの、カニ結構出汁取れたりするからね。ああ、やばい、あくびが出る、うん、もう毎回毎回夕方になると眠くなる、ちゃんの電空は層のある、あ、電空が、電空、あ、なんねこれ、電空、そう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 です、はいはいはい、電空派層ね、なんねのある具志堅部落ではない、そうですそうです、家はアジサイ園で有名な場所、銀のトロンボーンだよ、ヒロキックス、銀のトロンボーンさん、あのラジオネーム銀のトロンボーンさん、ね、あ、そうなんだ、はい、そして僕のあれです、ばあちゃんの家はこの電空ハーソの前です、近くです。へえ、そうなんだ、はい、民宿なんですけど、うん、はい、へえ、すごいね、この銀のトロンボーンさんと の中の銀のホタルさんは一緒です、一緒の人です、そういうこと、なるほど、うん、でもそれだけで そう分かるんだ、電空ハーソー、ハーソーっていうの、はい、電空ハーソー、それブラックの名前なんだろう、なんか道の駅みたいな、あ、ところなんですけど、そうなんだ、あそこら辺は本当に何もないですね、あ、そうそうなんだ、でも何もなかったら星綺麗さ、あ、星は、はい、星は綺麗です、ね、周りに、うん、
光ってんのうちだけじゃないかぐらいな感じです。もうパッてやって山みたいになってるんです。へえー、そうなの。ほっぽ、大塚健二さん、ひろきの彼氏沖縄何月までこんな感じなんですかって。暑さのことどっち。暑いのはもう11月まで暑いですよ。まあ11月ちょっと涼しくなったりするけど、大体もう昼間はもう暑いね、11月頃まで。野の中の銀の蛍さんが、あらしろアルミ向かいの民宿ってよ。あ、そうです、そうです。あ、そうってよ。はいはい、そうです、はい、なんでわかるのこんなこと、すごい元部だからじゃないですか。えぇ、ー、そうです、そうです。そうなんだ。いいね。そっか、チミモノベリストだの、そうだね。あっさ、チミモノベリストが来てんの大体。AKB ファンさんから来てます。30分ぐらいからやろうか。俳句だけ、マシャ送ってないのって下落ちたらよディウスさディウスさ、タクタ電空電空施設の一部工事で入ってましたって。あら、3、2、1。さあ、ナオピーのピンポンパン劇場、今日は生放送でお届けしております、はい、ツイキャスがいいところで切れたのでね、最近さ、はい、あの2つを同時にやることっていうのが難しい、まあ、昔から難しいんだけど、はい、ひろきは車運転するよね、はい、オートマチック、はい、あのギアでは取ってない、もう最初から、はいはい、あ、ギアで取った、いやいや最初からです、オートマで取った、はい、昔はギアが当たり前だったので、ね、はい、そのギアをやりながら、あ、こう足を動かしたりとかするのがすごい大変だったわけ、はいはい、まあでもそれが当たり前、それやらないと、それがもうそれしかないですもんね。そうそうそう、はいはい、それしかなかったからもうあれだったんだけど、うん、まあオートマチックも一応その全部の中で2時間か3時間ぐらいは講習受けるのよ。はい、ああ、はいはい。そうそう。だから一応ギアも一回、ああ、なんか誰かの、あ、そうだね。でもオートマがやっぱり楽だからオートマから買ったんだけどさ。はい、どうも最近よ、はい、この同時に2つやろうとすると、はい、なんか体がバラバラになった感じになって発狂したくなるわで、だから大変、はい、今ちょっとビビってしまったこうなんていうの、このツイキャスのこれをいじりながら喋るっていうのを、はい、ちょっとしたリハビリだなと思って、はい、さあ、マシャがまだ送ってみないみたいですけども、あと1、2分程度で、はい、続いてのコーナーということになりますけども、チミモノベリストさんのコーナーですね、いきたいと思いますが、これはですね、超短編小説もしくは俳句でも OK ということで、はい、ぜひ皆さんちょっと送ってみてください。勇気を出してできるのマシャ忙しくなっちまったって。へえ、いいね。あ、そうだ、マシャがさ、あの羽衣祭りに来てくれてたんだけど、マシャが写真も撮ってくれてたみたいだけど、はい、ちょっとなんていうの、選んでから、はい、いいものがあったらちょうだい、はい、伝
いといてまさに。あ、そうですね、僕もなんか写真見せてくださいとかとは言ったんですけど、まだ見せてもらってないんで。あ、そう。なんかさ、最近あの Facebook のプロフィールずっと使ってるんだけど、はい、あのいろんなところにね、はい、もうさすがにあれ10年前の写真なので、はい、やめてくれるって言われて。あね、だからちょっとお願い。マシャのカメラ本当に上等なので、はい、いいんですよ、ね、さあそれではもうそろそろ時間となりましたので、はい、このコーナーに行きましょう。チミもノーベリストだ。あれ間違ったね、曲先行だったね。さあ、チミモノベリストだのコーナーでございます。今日は忙しいって言ってるマシャからメールが今届きました。ナオピンさん、今度ギノアマリーナで撮影会するってしましょう、しましょうよ。もうほんと夏だし、ナオピンはホタテ買いで行くぜ武田久美子風で。そうそうそう、あの武田久美子のこのホタテの、はい、なんていうの、写真撮影、はいはい、写真を撮ったカメラマンって知り合いなんですよ。渡辺達夫先生って言って、そうそうそう、何回か飲んでるんだけど、この渡辺達夫さん、何年か前にがんになって、はい、その手術したところ見せてもらったんだけど、はい、でも本当元気でさ、今でもまだ元気でやってるし、展示会とかもやってるし、この間情熱大陸に出てたし、びっくりして、おお、渡辺達夫さんってこんなにすごい人なんだなって改めてちょっと感動してしまったっていうね。そうなので、マシャが渡辺達夫先生みたいな感じになってもらって、うん、私はあの武田久美子を演じますので頑張ります。ホタテ貝、はい、ホタテ貝の大きさはどうしようかな、うん、どこに売ってるのかな、ホタテ貝。ホタテ貝、どこだろう、北海道北海道ね、本当に、うん、マシャがこの写真プロフィール使ってねって来てますね、うん、練習だから金は取らんって。ああ嬉しいね、本当にね、うん、頼むよさあそれではチミモノベリストだのコーナーに行きましょう。今日は、マシャは忙しいということでAKB ファンさんから届いておりますのでね、ご紹介いたしましょうか。ヘイヘイヘイヒロッナオピン、ピンポンパンお聞きのリスナーの皆さん、こんばんナオチーす。兵庫県の雲は真っ黒の雨雲で、そろそろ俺の夕立が来そうやから。ピーだろこれねえ、できるものならやってみろっつーの、ね、俳句に行くなって。さあ早速行きましょうか。今日は3つおまけも来てますね、行きましょう。夏の日の天に羽ばたけ恋花火。これコピーしてないか先週届いてなかったこれ。いや、でも近いやつ。でも先週は確か僕はポコンってやったんで、うん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 、来てないと思います。あ、そう、はい、あ、これはいい感じでね。あの、まあでもボリュームをちょっとだけ低めにして拍手微妙に厳しい指導してるね。なるほど。さあ続いていきましょう。花火より君を見ていた夏祭り。おお、ほうほうほう、いいね。もしかして、うん、ピロキもそんなでもちょっとだけちっちゃいんですけどね。え、どういうこと？あ、いやいや、あの拍手。あ、ちっちゃい。だからそれ、うん、いいけど、うんうん、いいけどみたいな感じです。いや、こういう状況ってあったの？ひろきにも。花火より君を見ていた夏祭り。あの、ないんですけど、よく CM とかになんかあるじゃないですか、こんな感じのが。花火見ないで横見て彼女の顔見たみたいな。花火ですし、なんか祭りかなんかでよくあるようなシーンだったので、うんうんうん、まあベタな感じで、ベタな感じでっていう、うん、普通の上等さあ行きましょう、続いてです。
大好きと言えずに散った夏の恋。出ました、出ましたよ、流されましたよ。さあこれは内容と、内容っていうかそのうまさとかじゃなくて状況を流したっていうような感じです、うん、なるほど、はい、お残念みたいな、この内容をね、はい、内容に、あ男だったらもっとしっかりせえとピロキ俺だったら好きな子にはすぐ好きって言うんだよっていうことだね。そこまでは含んでないかな俺をお手本にしろっていう感じでもないではないです。そこまでは残念ながら含んでないですね。あそうですか、じゃあピロキも こういう感じどっちかというとなったりする、好きになったらちゃんと言えるの。いや言えない、言えないタイプですね。じゃあこっちじゃん、はい、だからもそれも込めて次回の意味も込めて流したっていう。マジかよ、はい、本当に気をつけて。おまけがありますので、はい、おまけいきましょう。あこれ言っていいのかな。怪しげな俺の夕立大雨だ。なんでこれ夕立を意味してるのその音は。そんな竹をさバン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 叩いてるとさ想像してしまうでしょちょっと今日なんか変な感じになってます。そうナオピンがおかしいから今日はね、おかしいの。なるほどね、俺の夕立大雨だってどういうことやん。この大雨っていうのはどういうことなんだ、うん、どっちの方か。はい、チャライ AKB ファンさんからいただきました、ありがとうございました、はい、そっか。いやでも最近本当 AKB ファンさんがこの俳句を頑張ってくれるからすごいよね。まあ来週は、うん、また来週8月か、うん、来週ぐらいまでかな、夏のテーマにした感じはですね。もう夏の終わりぐらいなテーマじゃないですか。そうだね、はい、なんか恋も終わったりとかさ、ひと夏の経験とかさいろいろあるさ、そういうちょっとね、うん、ラブロマンス的なものもあってもいいし、うんうん、ああちょっと最近ねホルモンのバランスが崩れているナオピンちゃんですからホルモン活性化するためには、はい、そういうちょっとピンクっぽいあの俳句も全然 OK ですので、その辺はマシャがまた得意かもしれないね、はい、あなるほど、うん、白厚尾さん、はじめましてかな、はじめましてですか。厚尾、厚尾どこ行ってた厚尾本当ね。大塚健二さんからツイキャスで出会った声は、うん、FM ギノワン、あこれはあツイキャスで出会った恋は FM ギノワンということか、字余りなるほど、あこれはひろきのことを言ってるんだなきっとないやいやきっとそうかもしれない。あそうですか、え厚尾さん、うん、初めてだよね確か。ナオピンさんのやつ初めてじゃないですか ね、はい、初めてかもしれない。もう毎週やってますのでよろしくお願いします、はい、ほぼやっぱ生ですよ、はい、生でね、ナオピンは生が好きですので、うんはい、生でできるだけ行きたいと思いますから、ぜひぜひ皆さんお付き合いいただきたいと思いますよ、はい、よろしくお願いします。さあそれでは、曲お届けしましょうね。パフィーおかけしたいと思うんですけども、はい、パフィーのさ、アミちゃんの旦那さんってテルって知ってた？グレーのですか？うん、テルさん。一度このどっちかな、どっちか、パフィーの誰かが西川さんと、うん、あユミユミ。じゃあもう一人の方そうですか？そう。で離婚したっていうのは知ってたんですけど、じゃあ相方はグレーのテルさん。そうそうそう。うん、そうなんだよ。私もあそういえばそんな感じだったなって思い出して、うんうん、すごいね、うん、
人気あるもんね、テルさんもね、はい、うん、そんなパフィーがなんかあの沖縄の、ガンガラの谷で、はい、なんかライブがあるみたいよ、コバさんと一緒に、ガンガラの谷わかる、はいはい、あそこ南部の方にあるんだけど、はいはい、うん、まあ、あのちょっと詳しいことは私もよく分かってないので調べてみてください。ガンガラの谷すごくいい雰囲気なので、あ、なんかいいなと思って、はい、うん、さあそれではお届けしましょう、パフィーでアジアの純真。本当生放送がいいね。これアジアの重心、はい、なんとかバージョンかな、違う、どうなんだろう、あ、これなんだった、ね、バナナボードっていう曲ある、バナナ、うん、オールディーズの3分ぐらい、バナナボード、バナナボード、北京ベルリンダブリンディバリア、バナナボード、うん、なんていうアーティストですか、オールディーズだから結構いろんな人が歌ってると思うんだけど、うん、ちょっと待ってよ、じゃあさ、ビキニスタイルのお嬢さんでもいいよ、これかな、ハリーベラフォンテ、ハリーベラフォンテのバナナボートソング、誰が歌ってるのかな、こんな曲、ノモの、そうそうそう、ハリーベラ、あー、はい、多分これで大丈夫だと思います、ハリーベラフォンテバナナボートソングあります、3分8、誰が歌ってる、ハニーベラフォンテ、ハニーハリーベラフォンテ、はい、バナナボート、あ、じゃあこの人なんだ、もうほんとビール飲みたくなってきた、あつおさんがさ、生ビール飲むなら今の時間ですってお知らせが来たから、かここでね、ジョッキ置いて喋りたいぐらいだと飲み物禁止です、蓋が開いてるのはダメですからね、バナナボート、バナナボートっていう曲を次書きようと思ってるのよ、エキビファンスさん、多分みんな聞いたことある曲だと思います。ちなみにピロキーも分かっていましたね。聞いたら、ああ。なるほど。アツオ帰るの、どこ行くの、 よし今から飲むのだ、さらばだ、今日もアツオだって、帰るの、あ、大塚健二さんからそのうちペットボトルのビール出そうですよって、本当、でもペットボトルで飲むのってどうなんだろう、でもなんでないんだろうとも気にはなるんですけど、飲みたいとも思わない、なんかね、雰囲気的にね、なんでだろうね、確かに、
そっか。そっか、まだ CM 行ってなかったな。お。世の中の銀の蛍さんが分かってしまった。バレてしまった。夕日が綺麗です。ちょっと見せたいぐらい。始まる？20秒前です。いらんことしない子諦めた。みんなに夕日見せたいでようかなと思ったんだけど。5秒前。4、3、2、1。ナオピーのピンポンパン劇場、今日は生放送でお届けしております。今日もですね、もうほとんど生放送でございますが、はい、はい、なんかさっき夕日見せてあげようと思ったけど、 AKB ファンさんから夕日はいらないって、ナオピンだけでいいわって。もうみんな暑さでやられているから。俳句のコーナーで俳句来てますよ。ツイキャスで。あ、ツイキャスで。そうそうそう。野の中の銀の蛍さんからまず行きましょうか。せっかくだから、はい、行きましょうよ。はい、 OK です。愛求め、夜舞い踊る蛍かな。あはは、なるほど、いいね、いいと思いますよ、うん、愛求め、いいね、うん、いいと思います、うん、ちょっとエロチックさもありながらね、はい、うん、なんかなんて言うんだろうな、本能、本能的な、なんだろうな、まあいいや、いいと思います。で、 AKB ファンさんからも負けじとまたツイキャスに来てますね。缶ビール、空の青さも共に飲みです。シーって感じ。あー、うんうん、って感じです、って感じ、はい、出よらしいよ。よっしゃ、違うんかいって言ってますが。そっか、いやでも、うん、すごいね、みんな俳句やっぱり作れるね、うんうん、次なんか時間があったら今度ピロキもチャレンジしてみてください。あ、俳句、ピも頑張ろう。秋をテーマにした感じで。あ、そっか、秋、うん、まあ、夏の終わりとかね、うん、今の季節いいかも。ピロキの彼氏大塚健二さんから。缶ビールが出始めた頃もやっぱり瓶という風潮でしたが、浸透した同じようにペットも浸透すると思います。便利で手軽だしって。そうか、そうなんだ、そっか、うんうん、そうかな。なんででも今本当になかったんだろうね。なんでですかね。なんかやっぱり、ね、殺菌とか消毒と か、 なんかそこら辺の問題なのかなと。そうかな。熱に弱いとか、ペットボトルは殺菌するときに。あと、あ、でもアルコールが入って、アルコールが入っていたらダメなの？アルコールが入ってるので、はい、あるなんかペットボトルのやつ。でも最近だとワインのペットボトル素材のやつとか出てきてるので。なるほど。なんかダメだった原因と、うん、そのできるようになった理由が多分あるんかなと思うんですけど。そうだね、そりゃそうだろうね、うん、きっとね。うーん、鶴くんが、うん、ペットボトルにすると酵素の関係で しなかったはず。酵素？あ、そうなの？酵素？酸素じゃなくて酵素？酵素。へー。
なんだろう、なんか、なんか考え込んで黙ってしまう。やばいやばい、いやいや50分になってしまいましたけども、はいはい、さあ、じゃあちょっともうお急ぎであのコーナー行きましょうか。はいはい、いくよ、はい、この店あの店店店コーナーテヘペロ、今日も見せます見せます。今日はですね、宜野湾市普天間にありますカフェオリンズさんご紹介いたします、うん、知ってる？いや、わかんないです。わからんでしょ、はい、あのさ、ここ何通り、ヒルズ通 り、はい、前のだからデイゴ通りでしょ、はい、その通り沿いにあるのよ、はい、三栄食品館があるのわかるよね、はいはい、そのちょうど隣あたりにあります、はいはい、うん、あの一回私も気になってたんだけど、そしたら、はいはい、ホームページにもあったし、お家みたいなところ、お家みたいな感じかな、パッと見ちょっと喫茶店な、あの夜になったら結構ね、はい、あのライトとかもついて、あ、なんかおしゃれなカフェがあるって思ったの、うんうん、うんうんうん、ちょっと行ってみたいとか思ったけど、もしかしたらよ、ちょっとホームページ見てら、うん、見たら、はい、あの外人さんが作ってるような感じなのよ、西洋の各国料理を提供してくれるみたいなんだけども、うん、本当に美味しそう、うん、まあ、お肉とかもちろん、あのチキン関係とか、うん、そこがまた本当になんか、うん、写真だけ見ると美味しそう。本当行きたい、うわ、行きたい、なんか出会いもありそう、そんな予感。独身の皆さんにおすすめかもしれない。特にね、月曜日がお休みなんですよ、で火曜日から木曜日、火水木、そして日曜日はお昼11時30分から午後1時までランチの時間やってます。そして夕方は6時から9時まで、うん、すごい健全。確かに6時から9時までです。で金曜日土曜日はお昼は一緒ですね、11時30分から午後1時まで空いております、うん、で夜は午後6時からなんと、ん、10時まで。おお、ちょっと。そうそうそう、すっごい健全なお店なので、うん、私本当行ってみたいなと思って、うん、すごいよね、10時には終わるんだよ、週末も。で完全禁煙となっておりますのでね、おタバコお吸いになる方は気をつけていただきたいと思いますけども、駐車場もありますのでチェックしてください。普天間2丁目33の16にありますカフェオリンズさん、電話番号が 892-8677、 892-8677 番となっております。すごいよ、本当本当行きたい、近々ちょっと気になっていた場所で、うんうん、たまたまホームページで見つけて、うん、あ、どこにあるんだろうと思って今日こっち来ながらチェックしたんだよね、うん、あ、前行きたいなと思ったところだと思って、うん、はい、皆さんね、本土の方にお住みの方は沖縄に来た際にはぜひこちらの FM 宜野湾の通り沿いにありますのでチェックしてみてください、はい、よろしくお願いいたします。さあ、それではちょっともう時間がなくなったので、やばい、かけられるか分からないんですけども、ちょっと正確なのでかけましょうね、はい、ハリー・ベラフォンテでバナナボード。ちょっとビールの話が盛り上がってるな、はい、もうじきしたら BGM にします。そうそうそう、ちょっともうします。あ、そうだね、あれ54分、あ、もう終わるさ、はい、あと2分ぐらいしかないです。もう BGM にします。これ終わった。これがエンディングでいいよ、そのままで、うん、マイクあげますね、この曲で、うん、時間配分間違いすぎ。今日はこんなに時間過ぎてると思わなかった、はい、ね、今度ゆっくりたっぷりかけるということにしまして、はい、すごいね、あのペットボトルの話ですごい盛り上がってますけども、うん、あー、ビールの酵素菌みたいなやつなんだって。あ、酸化して酢になるからだそうです。すごい、そうなんだ。そうなの、はい、でももしかしたら
ペットボトルで出るかもしれないんだよね。だから、はい、ペットボトルも特殊なものができるかもしれないっていうことでしょ。うーん、そういうことだよねきっとね、はい、ビール瓶が透明ではないのは変色防止、大塚健一さん。なるほど、そうですか。うーん、いやーすごいね。はい、いやすごい。今ちょっと調べてみます。はい、鶴くん今週もおつなおぴんって来てますけども、大塚健二さんから、ランチはいくらですかって来てますが、うん、うん、分からないの、はい、料金が書かれてなかったの、ちょっと私も行ってみますね近々ね、はい、さあ、そろそろお時間となりました。また来週でございます、はい、お相手はなおぴんと、FM イノワンスタッフひろきでしたまた来週バイバイ、バイバイ。あれ今日はエイベック来てないの？収録です。ああそうなの？珍しいんですけど。